デートやった感じですね。てくると結構多分この側頭筋も、うん、やっぱりそうですね、さっきよりも、うん、落ち着いてますね。ここがガッタガッタしてたんですけど、ほぼフラットになってきてますね。帽子みたいになってた。確かになんか明らかにもう境界線あるよっていう感じでしたよね。異物というかね、こうゴツッゴツって感じですごいしっかり当たるものがあったんですけど、まあ今ないですね。こう一枚頭皮で、多少のガタつきはあるけれども、そうこまで引っかかる感じはないですね。そう、痛かったのが痛くなくなってるし、もう今の段階でね。でもここもさっきより楽ですよね。そうね、さっきより楽。まだ痛いけどね。まだ痛いけどね。そうですね。腰が痛かったので、はい、腰のあれですね、骨盤の整体、膝を両膝立ててくださいね。はい、あ、大丈夫でした。大丈夫。曲げていきます。きつかったら教えてくださいね。はい、軽くちょっと回していきます。大丈夫そうですか？うん、大丈夫。はい、怪しいでしょ、もう腰が、なんかこう微妙な調整をしていかないといけないなって感じありますね。もうね、ちょっと痛いと思うんですけど、いえ、まあ、そこがそうだっていうのは分かってそうなんですね。こっちがね、主犯というかね、はい、ありますね、1個ね。します。ここはまあ絶対大きい要因の一つなので。あ、ごめん。はい、あ、ごめんね。違うんですか？違う、トイレ行ってきていい？あ、行ってください。いいですよ、大丈夫。ちょっと曲げやすくなってきた感じですかね。これ、左の方が痛い感じ？そんな感じしましたね、ね、やってて。まあ、これね、あれ右の方がだったのね、はい、最初、来た時は。はい。ってことは右がほぐれたってことかもしれないですね。あ、今挟まってる。このね、この動きが左の方が硬かったですね。ちょっと外に倒していくのが、場所か、まあ場所っていうのもあるとは思いますね。またそのお尻の筋肉伸ばしますね。はい、はい、あー、大丈夫ですか？これはすごい、はい、ちょっとね、過敏になってるところもあるんですよね。ね、なんかがやってるんだよ、そこ。ここ開いたっていうのを何回かやってる感じ。だから怖いんだ。多分結構そういう、まあ、悪い記憶というか、いろいろの経験が悪く作用している部分もあるでしょうね。またこの短期間で何回かやってるんだよね、多分。
なんかそうするとちょっとこう思い出してフラッシュバックするみたいなね、うん、怖くなっちゃうとか、大丈夫でもなんかやばそうみたいな感じで、うん、失敗になるみたいなことはありますよね。身構えるのが多いからね今、うんこう股関節が左の方が悪いというか、動きがこれでさっきより倒しやすくなってますね、うん、ね、ここちょっとこう、うん、周りが良くないですね。どうですか？